片岡です。今日10月30日、明日10月31日が、ハロウィンの日ですね。ハロウィンのかぼちゃを今日は作ってみたいと思います。まあ、ハロウィンのかぼちゃというとですね、ジャック・オー・ランタンというね、かぼちゃをくり抜いたやつ、顔の形にしたやつですよね。それはですね、それの由来ですよね。ジャック・オー・ランタンの由来ですけれども、ジャックという人がですね、昔悪さばかりして地獄に落とされてしまったんですよね。でそしてその地獄の底をさまよい歩いていると、ある時一筋の光が見えてきて、近づいてみると、そのかぼちゃのくり抜いた顔の中にろうそくが灯っていた。ジャックはですね、あのかぼちゃのろうそくを持って今でも地獄の底をさまよい歩き続けているということらしいんですよね。はい、で今日はですね、そのジャック・オー・ランタンをですね、私うちの職人が作ってくれた口と目をですね、木型を作ってくれたのがあるんでね、今日はその道具を使ってジャック・オー・ランタンを作ってみたいと思います。はい、ではまず材料の重さですね、オレンジ練り切りが 19g、かぼちゃ中あんですね、かぼちゃあんが 18g、 そして引き茶色練り切りが、これ少しです、 1g もないぐらいね。ではいきましょう。はい、まずオレンジ練り切り潰してですね、中あんを包みますね。はい、そしてですね、丸く整えたら、この先の、ね、細い棒などで、中心ちょっとずらして、印をつけますね。そして指の先に置いて三角ベラで、中心に向かってですね、こうね、中心に向かって筋を入れていきますね。かぼちゃなんで、これがもう適当で、適当というか均等じゃなくてもいいですよね。均等じゃなくてもいいです、ね、細いところがあったり太いところがあったりした方がかぼちゃらしいのではないかと思いますけれど、こう適当に入れますね。そしてですね、正面を決めて布巾をかけて、もう真ん中押しますね。そして正面決めて、ね、さっき言ったこれがうちの職人が作ったね、これすごい精巧にまた作ってあるんですよね、うまくね。僕これ作ってるの見てね、なんか羨ましくてね、楽しそうに作ってるんでね、で今日作ってみようかな、これ拝借してですね、作ってみようかなと思いました。これなんか使ってみたくなるような道具なんですよね。素晴らしいと思います。はい、そして、この、中心がここだから、まずね、口ですね、これ口の部分をこう押しますね。口の部分を押し付けます。バッチリじゃないですか。いいね、この部分がね。はい、そしてですね、ここが目の部分ですよね。作ったのこれ、ね、目の部分をですね、
そう、そして最後にですね、この引き茶色を、つけますね。かぼちゃの芯ですよね。これをつけて完成ですね。まああの目ちょっとね、わざとあの二重に押してみたんですよね。ちょっと表情が ついて、まあこれも面白いんじゃないかな。ちょっと悪者っぽい、ね、表情になったんじゃないかと思いますね。はい、はい、これで、ハロウィンかぼちゃの完成です。ありがとうございました。